久保くんまたゴラッソ。先日行われたラリーガ23節エスパニョール対ソシエダ、1点目ゴールを決めたのが久保選手のゴラッソ。結構な距離あったんですけれども、それをコンパクトに抑えて速い球で決めてくれたんですけれども、いやめちゃくちゃいいシュートでしたね。でですね、そこからまた追加点をセルロート選手がしっかりと決めまして、0対2になって、そして問題の3点目なんですけれども、まあおそらく久保選手が味方にクロスを上げたんですけれども、それがたまたまエスパニョールの選手がクリアした、頭でクリアし損ねてゴールに入ってしまいまして、3対0。しかしそこからエスパニョール2点決めて、結果的には3対2の試合になったんですけれども、いや久保選手めちゃくちゃ良かったですね。これに対してですね、同国メディアエルデスマルケは久保チーム最高となる8点と高評価し、素晴らしいゲームを作ったエスパニョールにとっては悪夢だったと報じたと。しかしまあソシエダの監督はですね、70分ぐらいまでは3対0で勝てていたんですけれども、最後の最後で2点失点してしまいまして、そこに対してはちょっと納得のいかないようでしたんですけれども、まあただ一久保選手としては素晴らしい試合だったと。これに対して海外のサッカーファンはですね、久保建英のなんというプレー、おいおい竹久保、日本人選手は最高のシーズンを過ごしている、高パフォーマンスを重ねてるよ、竹って今シーズンに最も成長した選手かな、ポテンシャルはずっとあったけど問題はコンスタントにいいプレーができるかどうかだった、今季は責任感を持ってより成熟してその課題に取り組んでるね、少なくとも俺が間違っていると証明してくれた、信じたくない人もいるようだけど久保にはそれがすごくハマっている、もっと自信をつけて、もっと狙いに行って、もっと結果を出して、今は素晴らしい自信の流れにいる、竹久保はかなり最高よ、それに日々成長している、なんというゴラッソ、久保愛してるぞ。そしてですね、問題の3点目だったんですけれども、試合終わってから久保選手が審判に直談判しまして、あれなんとか自分の点数にしてもらえないかみたいな、まあ敵の選手もちょっとねかわいそうなのでみたいな感じで交渉したという、はい、ということでパンチパンダでした。まあ最近ちょっと気になるニュースとかありましたら動画にしています。もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。マジでね、日本人選手ちょっと活躍しすぎてて嬉しい限りですよ。ということで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。